なんかすごくにぎわってるけど。スキンケア新商品。あれ、シグウィンじゃんか。やあ、シグウィン。あら、こんにちは。元気いっぱいだぞ。うちは定期的にフォンテーヌ邸で休暇を過ごしてるの。今回はちょうどスキンケア商品の特売イベントがやってたから。へえ、雑誌で記事を書いてるのか。フォンテーヌ美容協会が刊行してるボーテフルールよ。え、美容雑誌ボーテフルールのロマリタイムフラワーってし、べ、別におかしな。実はうちもその肩書きを結構気に入ってるの。それってロマリタイムフラワーに酷評されたくないからじゃないか。きっとシグウィンにも美を愛する心があるんだろ。正確に言うと、うちが美容を研究する理由は、うん、美容マスターならではの深い言葉ってやつ。ううん、そうじゃなくてね、メリジーヌの美に対する意識は人強いて言葉にするなら可愛いかどうかかしら。おえ、そうなのか。ええ、今の姿を大事にしたいからこまめにお手入れをしていて、それが美容に関心のある人たちから好評を得。なるほどな。あ、そういえば、あ、ごめんごめん、メリュジーヌにとっちゃ失礼なことを聞いちゃった。ううん、大丈夫。うちはハーフじゃないけど、水旅人とパイモンちゃんが知りたければ。自ら望んで。おい、これはずっと。昔人間はメルジーヌを拒み、メルジーヌは人間を恐れていた。あるところに人間の医術に夢中なメルジーヌがいたの。でもその治療を受ける人はいなかった。そしてメルジーヌを好きな女の子がいたけど、それが理由で友達がいなかった。そうしてメルジーヌは女の子の友達に。女の子はメルジーヌの患者になったの。はい、診察終わりよ。今日もとても健康ね。ありがとう、メルジーヌ先生。お医者さんごっこをしながら二人の友情も深まっていった。でもある日、その子が倒れてしまったの。すぐに来れる医者はそのメルジーヌだけ。けど彼女は追い払われた。近寄るな、メルジーヌなんか信じられるか。人間じゃないからって理由で親友を助けることすら許されないの。そう思ったメルジーヌは恐ろしい魔女ばあさんを訪ね、何度もお願いした。そしてやっと魔女は答えてくれたの。この罪からなる薬を使えば、お主は人間の顔と手足を手に入れることができる。じゃが、その友達が好きになってくれた全てを失うことになるじゃろう。それでもいいのかい。メルジーヌがためらった時間はそう長くはなかった。雨の中、小さな医者は女の子のお家のドアをノックした。雨をしのぐためか、それとも何かを隠すためか。彼女はフードをかぶり、ローブを羽織っていた。そして小さな医者は女の子の手を握り、今まで何度もそうしてきたように彼女を見てあげたの。夜が明け、女の子はやっと良くなったけど、小さな医者はそこにいなかった。もう自分のことがわからない友達のもとを去り、遠くへ行ってしまったの。それからうちは人間の姿で暮らすようになったのよ。知り合いの多くはうちが生まれつきこういう姿だと思ってるみたいだけどね。ほう、魔女ばあさんに魔法の薬。ええ、どれも本当のことよ。そっか、今の、おう、確かにそうだな。
患者さんを治療するのが医者の役目だもの。たく、娘が病気で苦しんでるのに。そうね、時に外見そのものが隔たりを生むことってあるから。うんうん、今の皆様大変お待たせしました。ただいまより当店が受託しております新作コスメ特番イベントを開催いたします。イベントが始まったみたい。行ってみましょう。パイモンちゃんもスキンケア用品を買うなら。本当か、美容協会重鎮メンバーからの。本日ご紹介するのは新商品のバタフライビューティー。お肌の質が大幅に改善され、ま、本日はバタフライビューティーの開発者であるこんにちは、バタフライビューティーを開発いたしましたラワットと申します。まあ、かっこいい。研究員？そうは見えないな。どうやら皆さんは無理もありません。多くの方々は研究員に対しが一人の人間のことを判断するとき、仕事先を探す若者から自信を奪い、しかしもしその外見が我々の変化を邪魔するなら、そのシミやシワを消せば自信を奪われずに済みます。艶と花のある肌を手に入れれば誰に。そんな思いからバタフライビューティーは誕生しました。その使命は皆さんが眉を脱ぎ捨て新しい自分に生まれ変わる手助けをすることです。実際の効果はともかく、今の熱のこもった話を聞いた。あのラワット先生はこの商品を使ったことがあるのかしら。もちろん、開発の途中で何度も使いました。うわー、なら効果もお墨付きだな。しかしこれでは自画自賛になってしまいますので。おいら試したいぞ。おや、なんとフォンテーヌ美容協会の重鎮が足を運んでくださっていますね。え、あのロマリタイムフラワー、フォンテーヌにおいてコスメのこだわりで右に出る者はいないって聞く。どうぞお試しください。うん、肌に優しくて馴染みやすい。それを買わせてもらおう。私にもちょうだい。これ以上皆さんを待たせてはいけませんね。ただいまよりバタフライビューティー販売か。オイラたちも一本買わないか。本当か、肌に合わないかどうかの心配もいらないぞ。シグウィンさんにこうも高い評価をいただけるとは。大半のスキンケア用品の良し悪しは、この商品はすぐ効果が現れて。でも心配しないで、これからも使い続けて定期的にボーテフルールに関する。お世辞でも言おうと思っていましたが、さすがは美容協会の重鎮シグウィン。コーン、尊敬する美容専門家さん。おや、こちらはかの有名な旅人さんでしょうか。その通り。せっかく旅人さんにご質問をいただいたので。バタフライビューティーは肌に優しいので、どの肌タイプの方にも。どうしてだ。そちらは企業秘密ですので。おお。そんな煩わしいことを考える必要はありません。やった、手作り。そう思うのも無理ない。バタフライビューティーを使っていただける顧客を。美を愛する心。恥ずかしがることは全くありません、パイモンさん。そのような環境にいたら美を求めたがるのも自然な反応。そうそう、美を求める心は誰。おっと、もうこんな時間に。申し訳ありません、急用がありますので。この辺で、こちらの2本はどうぞお受け取りください。パイモンちゃん、旅人、そのスキンケアを使うのは少し待ってちょうだいね。え、品質に問題はないけど改善の余地があると思うの。少し材料を加えれば。も、本当か。でもなんでさっきラワットには言わなかった。人間の中で研究員っていうのは特別。面と向かって欠点を指摘されてもあまり気にしないけど、他の人が自分より優れたものを作れると言うと
もしさっきうちが伝えてたら、この2本をタダでもらうことはできなかった。確かにその通りかも。もっといい効果をお望みなら、必要な材料をリストにまとめてあげる。もっといい効果？じゃあうちはそろそろメロピデ要塞に戻るね。ああ、またメロピデ要塞でな。あそこだな。シグウィンに言われた材料はあの辺りにあるはずだ。裁きの雷槌、今に見ておれ。よっと、ふっとっとよっ、ふっとっせっ、ふっふん、見切りました。無我の境地、そこ。嘘じゃないんだ。昨夜この目で見たんだよ俺。うんうん、今の話は全部記録しといたのよ。まずこの指が何指かわかる？人差し指だ。俺の頭は正常だっての。うん、じゃあ次ね。公爵、久しぶりだな。ああ、あんたらか。気にすんなって。今日はシグウィンに会いに来たんだ。実はこいつがもう一人の自分を見たと。もう一人の自分？最初報告を受けた時俺もそう思ったが、ただその頑とした口ぶりから。うん、これでよし。水を飲んで少し休んでてね。検査は終わったけど、病理学的な観点からは何もなかったのよ。そうか。体に特に異常がないってことは。あくまで推測だけどね。精神的な症状は直接見ても判断が難しいの。もしこのことを広められたら根も葉もない噂が立つだろう。あいにく今日はマレショーセファントムからある事件の処理を手伝ってほしいという。ええ、任せてちょうだい。彼を観察者リストに入れておくから。こっちの二人は看護師長に会うためにわざわざメロピデ要塞まで来てくれたお客さんだ。重要なことじゃないんだけど。何か休養ができたら執務室まで来てくれ。おう、じゃあな。あのな、シグウィン。あ、もう少し待っててくれるかしら。おう、わかったぞ。看護師長、連れてきたぞ。さらに容体が悪化してるようだ。うん、慌てないで。まず彼をこちらに座らせて。シグウィンって普段こんなに忙しいんだな。おう、シグウィンの普段の仕事ぶりを観察するの。今度は痛いかもしれないから、まず深呼吸してね。ふい。あの顔。さあな、ここに来て間もなくして原因もわからずに顔が腐っちまったんだ。まったく困ったもんだよ。後でマレショーセファントムの取り調べに連れて行か。マレショーセファントム？ああ、一大事件さ。一気に数十人が逮捕された。もう十分見ただろ。うんうん、まだよ。フランの状態を詳しく。大丈夫、メルジーヌの美的感覚は人間とだいぶ何言ってんだ、子供扱いしてんのか。さ、その態度はなんだ、このメロピデ。うちは平気よ。これから薬を塗ってあげるね。シグウィンがこんなに優しくしてやってるのに。もう行っていいか。声も出さずによく我慢できたね。
看護師長、迷惑をかけちまって申し訳ない。旅人パイモンちゃん、材料はもう揃ったかしら。ああうん、材料は揃った。遠慮しないで、うちが約束したんだもの。さ、材料、二人はどこかで一休みしてて。死後め、そうそう、俺代わりにお前の仕事を手伝うぞ。そっか、安心して。スケジュールを確認して君たちに手伝ってもらえる仕事を見つける。でもちょっと疲れるかもしれないの。なかシグミ、こっちは準備できたぞ。ええ、ちょうど旅人にぴったりの仕事があってね。まずベッドに、お、何をするんだ。病人を装ってもらうの。え、難しいかしら。前回はうまく演じてたでしょ。うわ、シグミ気づいてた。ええ、病人のふりをする様子がサボりた。そう言われると。なあ、もうすぐ患者さんが来る時間ね。とりあえずうちの、おお、分かったぞ。来てやったぞ。母ちゃんがしつこくてうるさいから。お母さんは当直で手が離せないんだから、病気で心配させないようにね。はいはい、下の階で海とつながったところを泳いだり無茶したりしたせいで風邪をひ、メロピデ要塞に来たらしばらく自由に遊べると思ったのに。まずは体温を測るから座ってちょうだい。うん、まだ熱があるね。なあお姉ちゃん、この薬苦いから飲みたくないんだよね。母ちゃんをごまかせるようにさ、処方箋だけ渡してくんない。ええ、もちろん。たま、言うか、なんで。自分の免疫力で熱が下がるまで待つには、このお姉さんみたいに試練に耐えなければいけないの。旅人、しっかりしろ。吐きたいのか、紙袋持ってくるか。え、高熱による吐き気とめまいなどの症状に耐えながら、もし耐えられなかったら。おい、しっかりしろ。そうなったらもうお医者さんに行く必要すらなくなるね。俺薬を飲みたいんだけど、いい。もちろん、薬を溶かしたお湯もまだ冷めてないから。どうぞ。苦い。もう大丈夫ね。旅人もパイモンちゃんも。あの子全然言うことを聞いてくれないんだ。あの子のお母さんはここの看守で、ここに来た当初はウキウキしててね。つまり子供に薬を飲ませるために。おい、実はね、この方法は先生に教わったの。お、シグウィンって先生。ううん、先生は人間よ。でもずっと、あ、ごめん。気にしないで。それにうちは先生のことが大好きだから。先生は診療所を持ってなくて、先生はいつもこう言ってた。ほほん、なんていうか厳しい。先生の言葉を借りると、ただガキに怖がられるタイプだって。そんな風に自分を評価する医者がいるのか。ならちょうど先生の写真があるのよ。うわ、ほんでしょ。先生に見てもらった子供たちはみんな、シグウィン、その口ぶりからして、そ、ええ、確かにそうね。まあ年老いた魔女みたいな医者の前じゃ。でもうちにはできない。子供たちはちっとも。でもそれって長所でもあると思う。もう次の患者さんが来る時間ね。うん、次のお手伝い開始だ。はあ、今日は旅人とパイモンちゃんが手伝ってくれたおかげで。ひひさて、もう遅いしそろそろ休むとする。実は最後にもう一つだけ残っ、秘密。ええ、君たちはもうメロピデ要塞に住んでないから問題ないのよ。栄養食って。
うちが作った栄養食を患者さんはどうしても食べてくれなくって。シェフが手を加えてたとしても。あ、気になるの？パイモンちゃん。なら教えてあげるね。まあ、とりあえず、て。材料は机の上に用意してあるから、うちの指示通りに加えていってちょうだい。まず、特別なスライムの液体を。ほんとだ！スライムの液体を入れるとこうなるのか。次に、色変わりの結晶を砕いて、粉砂糖みたいにさら。限界アベラントから手に入るやつだよな。最後にタンパク質が豊富な肉を入れる必要があるんだけど。カエルか。よし、これで下処理は完了よ。あ、昨日生産エリアで2日連続で働いている人がいたの。やっぱりシグウィンは囚人たちの健康に気を使ってるんだな。ああ、看護師長か。ええ、一人前よ。了解、必ず提供しよう。まるで秘密。手を煩わせちゃってごめんね。そう気にするな。看護師長はメロピデ要塞のみんなのために尽くしてくれてんだ。ダメよ、これ以上睡眠時間を短くしたら。ああ、もちろん看護師長の言いつけは守るさ。今日のお仕事はこれで全部完了よ。ここの監視とかスタッフってみんなシグウィンのことをすごく慕ってるんだな。看護師長、今よろしいでしょうか。こんな遅い時間に。焦らないで、深呼吸してから話してちょうだい。はあ、え、どういうことだ。観察室から出るにはまずうちが彼の体なら、医療アシスタントも仕事しないとな。ああ、看護師長、待っていたよ。いろいろと迷惑をかけて申し訳なかったね。よくよく考えてみたら、もう一人の自分を見たってのは。なるほどね。それでも必要な検査はやらないといけないのよ。午前中はひどく緊張してて、どう検査。思い出せなくても大丈夫よ。まずは認知能力の検査ね。ああ、小指だ。検査結果は全て正常範囲内ね。やっぱり過労による幻覚症状だった。確かに過度な労働で精神障害を起こすケースは以前にもあった。あ、いや、看護師長の責任じゃない。俺がうまく馴染めなかったせいだ。看護師長、心配してくれてありがとう。今は一刻も早く慣れ親しんだ部屋に戻って。確かに慣れない環境では2日間の休暇を申請してゆっくり休んで。ひとまっ、面倒をかけるな。オディロンさん、彼を部屋まで連れて。ああ、わかった。今日はちょうど管理エリアの夜間巡回。これが最後の仕事だよな。ええ。あ、そういえば。別に急いでないから大丈夫だ。じゃあ、明日時間を見つけてや。うん、心配するな。今日はシグウィンもちゃんと休めよ。うわぁ、昨日より医務室に人がたくさんいる。おはよう、旅人パイモンちゃん。今から患者さんたちの検査をするから。おぉ、こっちは。そうね、今回は少し状況が複雑みたいだから。本当に嘘じゃないって。ふん。ここは医務室だ、騒ぐな。聞いてくれ、俺はお前たちの。嘘も大概にしろ。指名手配時にあなたたちの顔は登録済みだ。この顔のせいだろ。俺もどういうことかさっぱりなんだ。ここにあんたらを連れてきたのは何が起きたのかはっきりさせるためだ。な、ああ本当に頭が痛い。おはよう公爵、何かあったのか。ああ、昨日俺がある事件の処理を手伝うと言ったのを覚えてるか。え、それって。彼らは他に何も知らないらしく、日中昨日のシグウィンの仕事もかなりハードだと思った。
だけど。彼らの今朝の供述をここにまとめてありますので、目を通していただけますか。何か。これは釈放。なるほど。はい、私たちもその点に気づきました。なら、ここは慎重を期さないとな。かしこまりました。もしかすると、この重罪人たちは。その可能性も考えましたが、釈放される囚人が彼らとそっくりな顔であれば。はい、名簿に載っている囚人の顔写真を見比べました。強いて言うなら、声が昨日と少し違うくらいでしょうか。そうかな。看護師長はどう思う？ちょっと待ってて、確かめる方法が一つあると思うの。まだ薬を塗る時間じゃないから辛いでしょうけど、少し我慢してね。あれ？そいつって昨日のやつだよな。ううん、この人は多分オノレーさんだと思う。重度の脳症が顔に広がってるから。だから言っただろ、俺はポトンじゃなくてオノレーだって。本当に入れ替わりが行われたってこと？ううん、入れ替わったのは顔。具体的には入れ歯をするように。もっ旅人パイモンちゃん、昨日会ったエリックさんのこと。おう、もちろん覚えて。なら君たちには証人になってもらうね。君は。ああそうだ、看護師長、やっと俺の話を信じてくれ。もう一回検査をする必要があるの。分かった、最初は認知。まず前回の検査でうちがどの指を出したか思い出し。確か人差し指だったな。え、これってまさか。ほう。実は昨日の夜、もう一人の自分を見たって言ってたエリックが急って許可を出す前にもう一度検査をしたんだけど。ん？昨夜の検査なんて記憶にないぞ。観察室に入った後、やることもなかったからこっちは寝て。それが本当なら、この2日間で起きた一体どういうことでしょうか。脱獄を企てた重罪人たちは、もうすぐ釈放される囚人を。昨夜奴らは当直の監守オディロンを襲うと、その後囚人たちが寝静まるのを待ち、一人だけ下手を打ったんだ。だから監守に助けを求めたのさ。本物のエリックはな、奴らは監守の立場を利用して。ええ、エリックさんはその時観察者リストに登録されてた。で、二人の偽物は一芝居打つことにしたのさ。なるほど、確かに筋は通ってるな。いえ、今の推理は理にかなっているように聞こえますが。変装をして犯行に及ぶ事例は昔からあるの。そしてマルショーゼファントムに所属する囚人たちを細かく観察してみたけど。え、じゃあ違う。現時点では奴らがもうすぐ釈放される囚人の資料を盗み。ううん、実は姿を完全に変えられる薬があるの。姿を完全に変えられる薬？看護師長、そのような話は聞いたことがありません。もしそんな薬が実在するなら。ええ、本当なのよ。そんな。信じて、これは医療従事。ま、口先だけじゃ信じられないのも理解できる。ならそれでいいな。はい、そもそも投獄後に再度取り調べ。公爵様、大変です。ご指示の通り、先ほど釈放の手続きを止めに行ったのですが、名簿を確認したところ、九段の囚人。2時間前、尋問が始まる前だな。入れ替わりは本当に行われていたと。今から追いかければまだ間に合うんじゃないか。いや、もし先ほど言った薬が本当にあるなら。じゃあどうすれば。もう一つ手がかりがあるわ。その人たちを逮捕できたのはフォンテーヌ科学院の研究。え、ラワットってあのコスメの特売イベントにいた。かっこいい？
人間の目にはそう見えるのね。脱獄者たちの罪状の一つは違法薬物の製造と販売。最初はただの特許権侵害だと思って、ラワットさんの通報のおかげですぐに犯罪者たちを一網打尽にす。そんなことがあったのか。ああ、その線から調べるのが良さそうだ。それに奴らと交渉したことがあるラワットと会えば。かしこまりました、公爵様。直ちに隊員を連れてフォンテーヌ科学院に向かいます。ああ、あのモルガーナさん、うちも一緒にその。え、それ昨夜偽物のエリックさんを観察室から出したのはうち。いえ、そのように思わないでください。ううん、それだけじゃないの。実はそのお気持ちはわかりますが。心配しないで、自分のことは自分で守れるから。そう言われましても。モルガーヌさん、薬に関する仮説を立てたのは看護師長だ。どうしても看護師長の身の安全が心配だと言う。ああ、相変わらず頼もしい奴らだ。公爵様がそうおっしゃるなら。すみません、急を要する公務がありまして、少しお話を伺ってもよろし。マレショーセ・ファントム。いえ、ある研究員に聞きたいことがあります。ラワット。ああ、でも科学院じゃあんま彼を見かけないんだ。少しだけ人付き合いがうまそう。まあ人付き合いがいいのはあながち間違いじゃない。だが科学院に入ってからかなり経つのに彼が。おかしいな、あの特売イベントで見た感じ、人を遠ざけるような性格じゃなかったの。そう？別に不思議じゃないのよ。オイラには全然そう見えなかったぞ。彼の知人から話を聞く以外にも科学。おう、オイラたちはシドウィンと一緒に研。お前がお。ええ、そうだけど。ラワットと親しいんだろ。親しい？ふっ、一回告白しただけよ。彼みたいな男は女にチヤホヤされるのが好きなだけで、真剣に恋をする。オイラたち、ただあいつがどこにいるか聞きたい。どうして私が彼の居場所を知ってると思うの？ちょっと面倒だな。他の人に聞くか。見た感じ、彼女はラバットさんのことを。でも今の様子じゃ。そうね、これは恋愛でよく見られる症状よ。こんなものまで直す。ごほん、ラワットさんを見つけるのは無理みたいね。もしかしたら彼はもう。危険。待ちなさい、あなたたちどうして彼を探してるの？実はマレショーセファントムの警察隊員による。どうしてそんな事態に？2日前に彼を科学院で見かけた時は。うんうん、彼は今どこにいそうかしら。あくまで彼の身の安全のために教えた。彼は子供の頃母子家庭で育ったと聞いたわ。そうなのか。知らないわ、彼の母親のことも偶然耳にしただけよ。告白した時お母さんの世話を手伝うって言ったら、ほんとひどいと思わない？また症状が悪化してきたみたいだな。ラバットさんの実家の住所は。後でマレショーセファントムと交流した。おう、そうだ。こんにちは。どちら様で？ラワットがいるところを聞きたいんだ。親しい？特許使用権も与えてくれないよ。え？最後に彼を見たのはもう何日も前だ。その特許というのはこの前。チェ、まあそんなところだ。バタフライビューティーとかなんと。急に話す気になった。科学院では機械とかエネルギーの研究をした。だが俺の研究は塗料だ。前に彼の商品を買ったことがある。先に言っとくが、ラワットの研究成果を盗もうとした。なのに3回も門前払いを食らっちまった。ラワットが冷たすぎる。こいつからはラワットの居場所を聞き出せそうに。あ、ちょっと待って、アンティーブさん、バブルオレンジ。は？そうか。
と邪魔するぜ。お前がバートラムか？ねえ、あなたたちは？オイラたち、マレショセファントムと一緒に。昔はそうでしたが。お？ど？はあ。我々研究員は皆、すぐ彼と共同研究を行うためには、知的財産権を守るための秘密。私のコンプレッサーも、ようやく技術的な解決案を見。ラワットってそんなやつ？ラワットさんの居場所をどうしても知りたい。あなたは？あ、メロピデ要塞の看護師長ですよね。おお、しかし残念ながら彼がどこにいるのか。彼が頻繁に接触していた商人たちを訪ね。商人？彼と共同研究をしていた時、たまに話が聞こえてきましたが。薬品の製造販売？さあ、私は金の匂いがすることに。かありがとう、今もらった情報で十分よ。ねえ、それではお互い三人の結意外だな。じゃあパイモンちゃんの今の家の状況、外見に対する部分は変わってない？そこはまあそうだな、外見だけで人を判断。看護師長、旅人さん。バートラムさんの話では、ラワットさんは薬品の製造。ラワットさんは事件の通報者だから、その資料にも目を通したけど。あ、変ね。ラバットさんはビジネスを重視してるし、もしかして公にできない商売だったのかしら。犯罪者たちと手を組んでたってこと？いやいや、それはおかしいだろ。虫歯の治療を受けに来た子供ってずっと痛かったのに、それを我慢してた。それはそう。通報の対応をしたのは私ですが、彼はあの犯罪者たちと手を組むような人間に。看護師長と旅人さんの話では、彼の犯罪者たちの正体に気づいた頃にはもう抜け出せないところまで来ており。まあ辻褄は合ってるな。だから人付き合いが悪かったんだな、犯罪者。そうなると状況はもっと悪くなってくるのよ。もしラバットさんと犯罪者がずっとつながって。さっき科学院で集めた情報では、2日前？しかも彼が通報したのもその日です。心配しないで、まだ別の可能性も残ってるでしょ。そっか、報復を恐れたって線もあるな。今は一刻も早く彼を見つけなければなりませんね。唯一の手がかりは。ええ、大丈夫よ。よく、じゃあ早速出発しましょう。ここが住所にあった家のはずよ。ノックしますね。中に体の不自由な患者さんがいて、あまり具合が良くないみたい。じゃあダメダメ、ここは私に任せて。一般はあ、冷静に今まで受けてきた訓練を思い出して、力の調整を。シス、何人か連れて潜伏し、家の周りを監視しておいて。私は旅人さんたちと一緒に中に入るから。おーい、誰、見ろ、ベッドにおばあさんが寝てるぞ。病状がかなり深刻みたい。ラワットもここにはいないみたいですし。ええ、うちに任せて。君がラワットさんのお母さん？彼の耳が少し遠いみたいね。ええ、あります。これを見てくれる？君のやっぱりな唯一の手が。むしろトラブルに遭うのが分かってた。しかしそうなるとこれ以上どこ。そうかもな。ではもう一度科学院に戻るしかありま。ごめんなさい、うちはこの患者さんのケアをしたいか。ええ、もちろん構いません。それとマレショセファントムを何人か残して。それはまたどうして。ラワットさんがお母さんの危篤を知ったら。なるほど、わかりました。旅人、パイモンちゃん、今回も。おう、任せとけ。ただええ、極めて危険な状態にあるのよ。そうなのか。少しケアをするから
そこのタオルを取ってくれる？わかった。彼女の家族は病気を治すためにいろん…シグウィン、辛そうだな。うん、確かにちょっと。メルジーヌにとって人間の生老病死は日が昇り沈むのと同じで、けど人間の医学はこの方…でもいざ医者になってみると奇跡はいつも起こるわけじゃないって気づいた。どんなに腕のいい医者でも…シグウィン…心配しないで、パイモンちゃん。せめて熱を下げてあげないと。ああ、だったら犯罪熱が高くなってきたみたい。おう、任せろ。重要な手がかりもな。この日記を見るとラワットは個人の実験室を持って。それは確かにいい知らせね。濡れたタオルを用意したのよ。もう一回注射するね。気分は心配しないで。これから彼を連れてくるから。ありがとう。隊長たち、もあなたたちの連絡を受けてすぐ駆けつけたんです。まさか重要な手がかりがあの家に。そう自分を責めないで。入り口の扉には仕掛けがあるみたいだ。扉が開きました。中に入りましょう。どうやってここに入ってきた？隊長、例の脱走者たちのようです。やはり彼らもここに来ていたか。誰一人逃がすな。お前にやろう。見せてちょうだい。隊長、ここにいる者の数はリストより少ないようです。残りの脱走者はこの奥に隠れているかもしれません。ここにいたのはただの見張りだったか。マレスオセファントムの人がなぜここに。あれ、こいつってメロ。ああそうだ、俺だよ。公爵様に頼まれてきたんだ。オディロンさん、病気が治るまでは外勤の仕事を控えるようにと先日。それは公爵様の力になりたく。モルガーヌさん、この人は偽物よ。本物のオディロンさんは健康だもの。なんだと。看護師長が言っていたように本当に姿を変える方法があるみたいだな。リュボン、ここで彼らを見張っておいて。それから出入り口も。はっ。
ス瓶がいっぱいあるぞ。この匂いはバタフライビューティーに使っ、なんで全部空っぽなんだろう。あまりに爆売れしたから原料を使い切ったとか。妙ですね。ラバットはなぜ人気商品の生産ラインをこんな偏僻な実験室に置いたのでしょうか。ラバットは脅迫を受けて違法薬物、もしかしたら、あた、看護師長、それは一体な、あくまで推測なのよ。早くラバット、ええ、わかりました。you
ここ他の部屋よりずっと机の上の容器を見た感じ、薬品を調合するための部屋みたい。看護師長、見てください。これってラワットがあの日、もしかするとシグウィン、才能ある若者が道を踏み外したことで。モルガーヌさん、まだ道は続いてるみたい。急ぎましょう。なんだと、あと一日もしないうちに俺たちの顔もお前見。あの洪水の後フォンテーヌ人の体質が大きく変わったんだ。だったらどうして使う時に言わなかった。こうしてみんなが脱獄できたのは私の作戦のおかげだろ。くそ、理由もなくずっと姿をくらましてたお前をなんで一緒に。落ち着け、私たちが協力してるのはただ利害関係が一致していたからに過ぎない。それにだ、あなたたちは全員予備の薬を隠しお前だって隠し持ってたんじゃないのか。おい冷静になるよ、二人とも。もうこうなった以上いがみ合ったってボトン、僕たちをここに連れてきた。ほうほう、そんなもんあるわけねえ。そもそもここに現役。そう喧嘩腰になるなって。ふん、一番実現可能な方法は。バカ言ってんじゃねえ。あれは仕入れ先があった時で。まあ他にも方法はあるが、それには取引に応じてもらわん。やっと本題に入ったか、ボトン。あの研究員から奪った資料を持ってるんだ、記者。それはどうした、物を隠し持つ癖があるんだろう。まさか。当たり前だ、あれをメロピデ要塞に。なければ顔が腐り落ちるだけだ。はい、こいつを捕まえろ。その資料。動くな、マレショーセファントムだ。どうしてここに。マルガーヌさん、まずはラワットさんがいるか確認してちょうだい。ラワット。ラワットはいないようです。おい、おとなしく人質を引き渡せ。そんな子供騙しはやめてくれ。ここまで来て素が。ボトンさん、全員捕らえろ、一人も逃がすんじゃないぞ。ひゅっ、真理は瞬間。神里流スイ、今に見ておれ。意の計算はここに誓うのよ。ゆらゆら、君可愛くないのよ。潔白を証明するとき。と安らかに。ここより弱滅のとき。せいやっ、裁きの雷、悪を見極め影を刈り尽くす。射撃準備。看護師長も武力に頼ることがあるんですね。ええ、一部の患者さんには。隊長、リストと照らし合わせてみましたが、ポトン。あっちを見ろ、私を殺そうとする奴らと
捕らえようとする奴らを一遍に片付けられるとはな。て、あいつどうやって上に。悪あがきはやめとけ。ここに来るとき、そっちこそ考えが甘いんじゃないか。はっ、それは間に合ったらの話だろう。パイプからガスが、みんなキュッ。ここは商品を出荷する場所でね。ここのパイプはガス消火剤を噴射できるんだ。たどうしてそんなことするの。おいおい、勘弁してくれ。彼らは現役を。なんてやつだ。なんとかしてあの扉を開けないと。ふん、せいぜいあがいてろ。ポトンさん、もう行くの。あなたに私の顔は直せない。もし直せると言ったら。ふん、時間稼ぎはやめてくれ。顔を直す方法はここを出てから探す。あなたが心配することじゃない。外へ逃げても無駄よ。だってファンテーヌ人は。なんだと。例の変貌薬に最も重要な成分はフォンテーヌ人が溶けた後に残る液体。大洪水が起きる前、フォンテーヌ人の本質は純粋。その成分からなる薬は理論的にはそれを使うことでフォンテーヌ人はどんな姿にも。でも大洪水の後、フォンテーヌ人は正真正銘。看護師長、つまり薬を作るには原始大海の水で。なんでそれを知ってる。待て。ええ、つまりうちは君の知らないレシピ。いいだろう。今日取引をしてくれるのはあなただったというわ。ううん、レシピじゃなくて調合。何？前にラワットさんが開発したスキンケア用品を試した時、特別な成分が。このことからあのスキンケア用品には。ふん、その通りだ。あれの一部の原料。はい。ただあれにはわずかな有効成分しか含まれ。希釈の過程を反転させる方法を見つけたの。ありえない。じゃあ一部の材料を言えば信じてくれるかしら。脱水剣霊と怒りの露。さあ。いいだろう。私のいる窓の下に商品を配送するためのパイプがある。ダメよ。君は自分の病気を隠すような悪い子だもの。信じられない。先に扉を開けてくれたら。ふん、たとえそれが本物であっても私の顔を一。もうバルブを閉めたりはしない。じゃあうちは薬を持ったままここに立ってる。もし毒で倒れた。ち、扉が開いたぞ。閉められないようにすぐ扉の仕掛けを壊。いい子ね。じゃあうちも約束を果たすのよ。看護師長、毒ガスの濃度が高くなっています。すぐに退避を。ふう、危機一髪だったな。みんなすぐに座り込まないで、少しストレッチした方がいいのよ。旅人もね。パイプ早く飛ぶのだって疲れるんだぞ。あ、約束してたスキンケア用品を台無しにしちゃった。いやいや、あんなのタダでもらっても使いたく。もちろん。看護師長、隊員と犯罪者どものか。ただ残念ながらラバットはいます。はあ、あの犯罪者たちよ。ううん、その心配はなかったのよ。え、じゃ。看護師長、でしたら正直なところ、もし彼が顔を変えてフォンテーヌから逃げてしまえば。ううん、薬を渡したのはこれから向かう場所を確認。どういうことですか。急ぎましょう。彼女。観念なさい。私が小さいからって勝てないと思った。隊長、ちょうどいいところに来たわ。潜伏してたらこの人がこそこそと家に入ろうとしてて。ふん。え、その顔。ポトン、まさか本当に。なんだって。正確に言うとこれは顔が腐る前のポトンです。そう、やっぱりね。どういうことだ。薬を持って行ったのにフォンテーヌから逃げ出さないどこ。くだらん憶測はいい、中に入れて。おとなしくしてちょうだい。家には病気で弱ったおばあさんがいるの。あ、
今さら隠す。嘘だろ、脅迫されてたラワットが。脅迫されてたラワット？当時脅迫を受けてた頃、誰もが私を犯罪者の中、顔がいいだけでこうも都合よく解釈されるとはな。ごたくはいい。さ、説明。ああいいぞ、聞かせてやる。まだ私がポトンだった頃。何をする気？異性に嫌われ、協力？まともな研究をしてるようには。同僚にはバカにされ。君がポトンか？今やってる研究に興味があるんだ。よく考えてみてくれ。投資の話を持ちかけられるなんてそうめったにないだろ。悪人だけが足を洗うだ。よしといた方がいいぜ。うっかりお前の写真をマレショーセファントムに送っちま、しばらくはあんま出歩かない方がいいかもな。ロシに関わって引き返せなくなるまで私がポトンじゃなく。ラワットさん、あのちょっと話があるの。異性に好かれ、新しく開発された薬に興味があるんだ。本当に天才的な発想だよ。手を組んでみないか。いや、特許使用権。同僚から珍しく褒められ。そちらの研究に興味があるんだが、君に投資したいという人は大勢いるだろう。悪人からは敬遠された。ラワットになったことで分かった。それでも世の中を責めなかったよ。何しろこんな虚偽にまみれた世界でも利用できるからだ。なのになぜこの世界を憎む理由を。母さん、ただいま。調子はどうだ？あなたは誰？いくら高い薬を買っても母さんの病気は治せなかった。ならせめて最後に息子の顔を見せようと思ったんだ。のけものにされてた時、気にかけてくれたのは母さんだけだった。どうしても母さんに会いたかった。たとえ昔の不細工な顔に戻ってもな。これでいいか。もう満足しただろ。早く中に入れてくれ。今さら母親に合わせる顔があると思ってるのか。見た目を変える術を手に入れたというのに、犯罪者たちから逃げることを。儲かる商売があるのになぜそれを手。お金のために悪人であり続けるな。悪人？その基準は何だ。悪事を働いたかどうかじゃなく、あなたたちにとやかく言われる筋合いはない。あなたたちだってこの虚偽に満ちた世界の一部に過ぎないんだ。こいつ悪すぎる。でも今の顔も悪人の顔だとは思ってないのよ。ふん、冗談はよせ。見たところ、君にあの薬を渡すまではただ疑ってただけよ。その疑いを確かめるためにうちはこの調査に参加。笑えるな。若く有望な研究員と。薬が持つ効果は確かにすごいのよ。メルジーヌでも。でもうちは他のメルジーヌより人間のことをよく知ってる。本質的。私のことを見抜いて。誰も気づいてないようだが、私にはわかるぞ。あなたも使ったんじゃないか、人間。シグウィン？ええ、そうよ。想像できるよ。メルジーヌが差別されてた。片方は人間に拒まれ、下水道でしか暮らせない異類の。つまり私と同種なんだよ。今重要なのはそこじゃないのよ。看護師長、彼の今の状態では安心できません。大丈夫よ、心配しないで。この前彼は追ってから逃れられる可能性を捨ててまでお母さんに会うため。そういうことだったのです。だから逮捕する前にお母さんに会わせてあげて。うちとた。ええ、わかりました。母さん、わかるか、息子のポトンだ。この顔ならわかってくれるだろう。どうしたんだ母さん。残念だけど悪いお知らせがあるの。前回し。なんだって。
今この時君のことを思い出すのに一番役立たないのが目を開けてくれ。うん、ここまでしたのにどうしてわからないんだ。くそくそ。どうやらその手のひらのぬくもりはもう変わってしまったようね。ごめんね、結局彼を連れてきてあげられなかった。あなたは母さん、なんで彼女に反応、どういうことだ。そっとしてあげて。この人は今言ったの。母さん、ホトンさん、残念ながら、はあ、お待たせしました。新発売のスキンケア用品ロマリタイムエッセンス。また反則イベントか。相変わらず。あれ、またよ、シグウィン。あら、こんにちは、旅人にパイモンちゃん。うん、もちろんだぞ。今日は主にモルガーヌさんのお手伝いよ。そういえば例のスキンケア用品って結構売れてた。ええ、安心して。バタフライビューティー自体はただの。それに警察隊員たちがヌビレットさんに無害化する方法を教えてもらったのよ。シグウィンはやっぱ。看護師長、この度はご助言いただきありがとうございました。ええ、君たちもお疲れ様。それからラワットの尋問調書をご所望でしたよね。昨日彼は母を見送った後、精神的な防衛線が完全に決壊したよう。あの薬品は犯罪組織の手伝いでロシを調合していた。原料の仕入れ先はあのバシェの組織です。この協力関係はあまりに隙がなく。バシェの影響って今もまだ残ってるのか。はい、ですがその残党。大洪水の後、仕入れ先を失った彼らは多くの通報を受けたことで、私たちはようやく。なるほど、そうだったんだな。彼の供述によると、ラワットになっていた時は彼が通報したのは通報者という立場。ただポトンという人物が長いこと。ポトンに戻ったのは今回が初めてじゃなかった。尋問調書に添付された証拠を見るに、ラバ。はい、彼が最初にあの薬を使うと決めたのは。ですが彼は行き過ぎました。ええ、そうね。書類をまとめてくれてありがとう。シグウィン、どうしてあいつの人。ポトンさんはうちの患者さんだから、そのカルテを整理したかったの。個人の経歴もカルテに記載すべき。患者って。ええ、そうね。けど看護師長、一つお願いがあるのですが、大半のフォンテーヌ人からするとこの薬の。ええ、もちろん。はい、ご理解ありがとうございます。ところでシグウィンがあの薬。あら、どうして驚いてるの。それは。え、前に教えてくれた。ええ、本当のことよ。でも。うん、うちも人に言えない秘密を持ってるの。ただその前に少し付き合ってくれる。おう、いいぞ。あれ、ヌビレットとリオセスリ。旅人パイモン、ごきげんよう。最高審判官が重要な用事で出かけるなんて。ほう、人々はこのようなことに興味を。違うか、なんてったって。ふむ、確かに。大マレショーゼファントムの報告を受け。見ろ、これがヌビレットさんの思いやりってやつさ。ってことはシグウィンが弔うって言ってた。あ、ごめん、悪気はないんだ。看護師長にとってそれは気に障る呼び方。ああ、むしろシグウィンからすれば親しみを込めたよ。人間の大半がメルジーヌを差別していた時代、あの方だけがシグウィンの先生になってくれた。
ビレットもリオセスリもやっぱり優しいんだな。職場の職場の後輩とんだ。看護師長は数百年前メロピデ要塞に服役してたんだ。厳密に言うとメロピデ要塞服役。ああ、私が最高審判官に就任する前からフォンテーヌにはある古い法律があってね。それが他の種を人類に転化させる行為を禁ずる。最初私は大半の研究員だが、今思い返せばこれは民が真実を知る。ああ、無知は幸せってやたとえ事情があったにせよ、シグウィンは人ふむ、いいだろう。シグウィンは娘の病気がひどいというのに、おぬ、はあ、残念じゃが、わしにはもうそこへ駆けつける余力がない。先生、どうしたのそれ。フォンテーヌにはおそらく誰も、じゃから自分の体を使って治療。じゃあまずは先生を治さない。いや、自分の状況は分かっておるつもり。先生、前にも言ったように、うん、でもそういえば、うん、そのたとえ法を犯し誰かを傷つけないならさすがわしなら、もう一度かけてみると、もし奇跡が起こればわしは全てのフォンテーヌ人を救う方。もし奇跡が起こらなく、シグウィンへ贈り物を残そう。病気の研究中に偶然発見したもの。シグウィンが戻ってきた時、奇跡は起こっていなかった。机に残されていたのは一本の薬と一枚のメモ。私はその事実に基づき、そうだったのか。おそらくフォンテーヌ人が解けることが分かり、私はその全てを知った時、実幸いフォンテーヌの法律によると、シグウィンはどんな、君たちをここに招いた以上、来てくれたのね。弔いたいのはうちの先生よ。シグウィン、薬を作ったのってお前の先生の魔女婆さんだったんだよな。ええ、ヌビレットさんからいろいろと聞いたみたいね。その真実を知ってさ、すごく内心複雑だったんじゃないか。うん、自分が犠牲になるのを黙ってたことも。病気に効く薬であれば嘘をついてでも。そっか、法を犯したからには罰。それはそうなんだろうけどさ、シグウィンがあいつと同じなわけな。でも結局シグウィンも同じように言う。パイモンちゃん、その逆よ。え、パイモンちゃんも旅人も知りたいみたい。判決を言い渡す。被告のメルジーヌを有罪とする。最高審判官は法の威厳を守ったけど、メルジーヌの薬カバンを取り上げることはなかった。その日からメロピデ要塞には小さな医者が一人増えたの。彼女は相変わらずフードをかぶりローブを着ていた。そこでは雨が降らないのに、人間の姿のおかげか誰も彼女の診察を拒まなかった。患者が増えるにつれ彼女の刑期も短くなっていった。メロピデ要塞の人々は彼女から離れなくなり、刑期が終わった彼女もそこに留まり続けた。そんなある日、彼女宛に外から手紙が届いたの。見覚えのある場所に着くと、一人の老婦人がベルジーヌを迎えてくれた。彼女は一目でその偽装を見抜いたけど、それを言葉にせず質問した。メルジーヌなのにこんなにたくさんの人から尊敬されてるのはどうしてだと思う？きっと人間の顔をしてるから。シグウィン、
もう50年以上経ってるのに、あなたは年を取ってない。とっくに人間じゃないって気づかれてるはずよ。こんなに何年も経ってようやく見つけた。あの夜あなたが助けてくれたことをずっと覚えてるわ。どうしてうちだってわかったの？もうメルジーヌじゃなくなってるのに。人間かメルジーヌか、それはそんなに重要かしら？覚えてるのは手のひらのぬくもり。これが何よりの目印なの。あなたのこのぬくもりはやっぱり変わってない。シグウィン、もう隠さなくていいの。今はみんなメルジーヌと友達になりたいと思ってる。あなたみたいなメルジーヌがいてくれたおかげかもしれないわね。遅くなってごめんなさい。でもずっと伝えたかったの。ありがとうメルジーヌ先生。これこそおい、コトンさんの告白を聞いてずっと彼に伝えたかったの。彼を治療したいと思ったけど、その病気の子、君もパイモンちゃんも。気にすんなって。実は君たちを呼んだ理由は、もうマレショーゼファントムから特別に許可をもらった。おいらたちには必要な。これをどうするかは君たちが決めるべきだと。そうかもしれないけど、いや、でもこれってもうテイオメリュジーヌの体質はあの大洪水で変わってないし。だってメリュジーヌからしたら、パイモンちゃん、人間かメリュジーヌか、それはおいら何言ってんだろう。任せてちょうだい。